JR 三宮駅から南に徒歩15分、神戸市中央区にある小野浜公園。アシックスが神戸市と協力して作ったランニングコースです。一周は500メートル。ランナーをサポートする様々な仕掛けがあるんです。腕チップができるっていうもん、あ、ほんなら利用しよう、転んでも怪我しないもん。地面に敷き詰められているのは木のチップ。衝撃を和らげ、膝に負担をかけることなく走ることができます。さらにコースの終盤に見えてくるのが、有森裕子に高橋尚子、野口みずき、これオリンピックの歴代メダリストですね。オリンピックの歴代マラソンメダリストが描かれたモニュメント。頑張るランナーの背中をそっと押します。このほかランニング前後の体のケアに、アスレチックが揃うストレッチ広場をはじめ、自転車を気にすることなく安全に、ランナーや歩行者専用のコースも人気です。大会がなくても公園にはランナーの姿が絶えません。これは中止になったんで、コロナで3カ所で走れるようなのが少しずつでも、まあ、戻っていってほしいなという思いはありますね。ほぼ毎日ぐらい走ってますけど、走りたいから走る、それだけですね。走ることをこよなく愛する人たち、安全安心なランニングでコロナに負けない体作り、始めてみませんか？